朝ドラ朝朝が来たあらすじ予告12月25日近放送文危機物語朝と梅が大阪に帰る支度を整えているところに大久保利通が暗殺されたという知らせが届きました大久保利通と近い立場にある古代友厚の身を案じる朝は梅を大阪に帰し一人東京に残り友厚のもとに駆けつけました その頃、キスケは深く落ち込んでいました。かねて、よりキスケが思いを寄せていた冬に縁談話が持ち込まれたのです。気落ちするキスケをシ次郎が励まします。自分の気持ちを冬に伝えなければ、キスケはこの先ずっと後悔することになるだろうと。